後ろの人たち立ちっぱなんだ。はい、なんだなんだ、一発ギャグか。突然ですが記念写真撮りたいと思います。おー、次はちゃんと湯飲み側のことぶきの湯飲み人数分あるんだね。ケーキもちゃんとなくなって寿司も減ってるな、細かいな。なんだなんだ。本当は昨日現場で撮ろうと思ってたんすけどね。ああ、あのね、満月の前で撮ったら綺麗だっただろうな。でも影時間だってすっかり忘れてて見事に使えませんでした。あ、そっか、影時間使えないのか。そういえばそういう設定あったな。なんでってお前戦いに持って行ったのか。うん、なぜかあのね、霧城先輩のバイクだけが動くっていうね、謎設定があったよね。そうっすよ、だって最後って分かってたわけでしょ。まあそりゃそうだ。すいません、これお願いできます。その人に頼むんだ。まあまあまあ、気さくに撮ってくれるのかな。どっかの観光客かっての。うん、いや、こういう写真でも大事よ、一生もんだよ俺。でもまあ写真ちょっと欲しいかも。欲しいっしょ。あ、イクツキさんとアイギスまだだっけ。あ、そっか、ま、来たらまた撮りゃいっか。あの左上にあの四角い枠で後でくっつけてな。まあ理事長はいらないか。よし、そんじゃあ撮るんで集まってください。いやでもアイギスとは一緒にまた撮りたいね。いやでもアイギス気になるわ。あ、いいね、コロちゃん中央。皆さんよろしいですか。いい写真になるなこれな。うっしゃー、コロちゃんがおとなしいのがまた可愛いね。騒ぐな。いやでもアイギス入れたい、ちゃんと。しゃっかり順平も真ん中だしな。二人とも映っちゃいます。ムービー。おい、手をどけろ。今の順平は、あ、みんなぐちゃってなってる。コロちゃんもなんか暴れてたな今。いい写真じゃないか。何事もなかったかのように。なんだよみんな、もう食わねえの。そんなテンション下がるようなことだった今の。写真失敗したの。あんたよく入るね。もうお腹いっぱいだったのか。私もこのくらいで。うん、まあそれこんだけでかいおけ3つあるやな。コロちゃんは、コロちゃん先輩たちは今はもういい。さすがに腹パンか。そうっすか。コロちゃん、コロちゃん欲しそうだね。あ、服。うん、犬に生ものやんなっつうの、お腹壊すでしょ。そうなんだ、お寿司ダメか。コロちゃん、じゃあの米の部分だけ、海苔巻きの部分だけあげる。くーん。食べたいよねコロちゃんもね。高級ドッグフードも買っといてよ霧城先輩。やれやれですな。アイギスとイクツキさん遅いな。いやー遅いよ、怪しすぎるよどう考えても。うん、連絡もつかないんだ。もうすぐ、もうすぐ、もうすぐ0時だな。うん、怖いこと言うね。まさか影時間、影時間、あれでも影時間だ。影時間になっちゃうんだね、おかしいね。あはだよこれ、あの後ろの2人適正なかったんだ。しかお父さんは適正あるか。そっか、お父さんもあれだっけ、タルタルス調査隊に入ってたんだっけ。うーん、終わらない影時間か、影時間がまた。どういうことなんだってばよこれは。霧城先輩、これ一体。うん、意外に慌ててないな霧城先輩。わからない、私にもわからないのか。終わる気満々だったもんね。可能性がゼロじゃないとは思ってたかな。そう、そんな気がしてたよね。時間あんまりなかったですよね。そう、あっけなすぎたんだよ。うん、そんな気はしていたよ。でもお寿司食いたかったから。そんな。ぬか喜びとは分かっていながらも合法的にお寿司食べたかったから。ん、ちょっとなんか聞こえない。なんか時計聞こえるね。これ金の音、どっから。絶対タルタロスでしょ。
イクツキはどこにいる。絶対怪しいと思ってたんだよね、理事長は。なぜ何も言ってこない。うん、アイギスを連れたまま何の理由で遅れているのだ。これがさ、いつものことだから怖いよな、あいつな。ちょ、もうお父さん怒ってやってくださいよ、理事長。毎回こうなんすよ、あいつ。でもまあ今回は絶対何か悪だくみしてるよね、アイギスを連れて。ミツル。うん。みんな、出撃の準備だ。そういうことだよな。アイギスを助けないとな。タルタロスへ向かう。はい。あの、一体何が。まだわからない。だが、金の根はタルタロスからだ。そういうことだよ。これずっとなされてるとうるせえもんな。止めに行かなきゃ。何が起きているか確かめに向かう。うん。アイギス使って何するつもりなんだろう、理事長。ちょっと風花ちゃん、そろそろセーブさせて。やべ、セーブなしでずっと。やっぱりね、そうだと思った。いくつきさん、何やってんだよお前。アイギス、あんたどうしてここに。これ洗脳されちゃってんじゃないの。ああ魂抜かれてるやん。何したんだ、いくつき。彼女は役目に従ってここにいるだけだよ。兵器としての役目にね。兵器として？もう完全にこいつじゃん。ずーっと最初から怪しかったけど、本当にこいつだったのかよ。なんか最終的にずーっと怪しんでいたけど、ただのいいやつでしたで終わってほしかったな。まあ疑ってはいたけど、その通りだったってことか。え？いくつきよ。いくつきさん、これどういうことなんすか？うん。あなたは12のシャドウを全て倒せば、影時間もタルタロスも消えると言った。そのために俺たちは戦ってきたはずです。なのにこれは。そうだ。目的は何ですか？もう全部喋ってくれ。後ろの牛さん可愛いけど。12のシャドウを倒せば影時間が消えるというのは偽りだった。そう、それで結局何がどうなるんだっていうな。最初から知っていたの。そりゃそうでしょう。さすがだね、キリジョー君。けどちょっと気づくのが遅かったね。そんな、騙してたってこと？いやー、みんな気づいてなかったよな。俺はもう理事長に最初に会ったこと時から気づいていた。こいつが怪しいってな。全て思惑通りだ。思惑通りだ？俺にはバレてたぞお前。影時間もタルタロスも不良の事態で消えなかったわけじゃない。まあ最初からこうするつもりだったと。消えるはずがないのだ。何しろ今までの戦いはそんなこととは逆の行いだったんだからね。なるほどな。ストレガがさ、それをちゃんと説明してくれればよかったのにね。あいつら説明しないんだもん。逆って。うん。12のシャドウは破片、もともとは一つになるべきものだった。なるほどな。しかし君たちが全てに接触したことで、それらは再び一つに合わさったんだ。うん。間もなく蘇る、滅びを呼ぶもの、デスと呼ばれた究極の存在がね。デスですか。デス、究極の存在、死神。何を言ってるんです、一体どういうつもりなんだ。まあそれでいくとファルロスがやっぱ怪しいよね、死神コミュ。絶望に満ちたこの世界に全ての終わりが来るんです。こいつ世界滅ぼそうとしてたんかい、いくつき。全ての死、しかしそれは全ての始まりでもある。うん、まあまさにデスの解釈。まあこの世界一回終わらせてリスタートしようってこと。何言ってんの、この人正気。あ、ずっと正気じゃないよ、ゆかりっち。今まで正気だと思ってた、こいつのこと。10年前、僕も研究者として計画に携わっていたんだ。あー、もしかしてあれかな、計画文書書いてたのこいつか、いくつきか。実験は暴走したが、
影時間やタルタロスはそのせいで生まれたわけじゃない。ほう、あれこそシャドウの力の正しい現れなのさ。ちゃんと作ろうと思って作るべくして作ったってこと？だから先代は集めたんだ、滅びを得るためにね。そういうことか。霧城先輩のおじいちゃん、滅びを得るため、うん、だその意志を継いだわけだな。いくつきが霧城のおじいちゃんの意志を継いだ、きっと滅びを完遂させようとしたわけだ。人は世界を満たし尽くし、まったいらな虚無の王国にしてしまった。うん、もはや滅びによってしか救われない。いやもう言っちゃってるじゃんこいつ。予言書に曰く、滅びは王子の手により導かれる。予言書とか出てきたよこれ、イデアル先生。そして王子は全てに救いを与えた後、王となって新世界に君臨する。新世界。10年前に試みた男は確信を知らなかった。しかし時を経てついに僕が王子となる。あれじゃん、メガテン4ファイナルの救済みたいな。一旦世界リセットしていくつきが王子になるって。狂ってる、マジで言ってんのか。ああ狂ってるよ完全に。まあ嘘をついていたことは謝る。ダジャレも謝れ。でも君たちは未来のためになることをしたんだ。あと少し黙って僕についてくれば救済、君たちも救済を得られる。嫌いなんだよ救済。メガテン4ファイナルで救済って嫌いになっちゃったから。いやどいつもこいつも言うことは同じだな。死ぬのが救済なあ。多分ペルソナ3の方が、多分というかペルソナ3の方がね先なんでしょうけど、私はメガテン4ファイナルからやってるからちょっと救済って聞くとピクッとしちゃうよね。ちょっと聞きたいんだけど。うん、まあ問答しても意味ないと思うけどな、ゆかりっち。なんだい。どうせまともな答え返ってこないよ。10年前の父さんの記録、うん、飛び散ったシャドウを倒せっていうあれも嘘だったってこと。そういうことになるのかな。ああ、あの記録は実際に本人が残していたものさ。ほう。もっとも意に沿わない下りには手を加えたけどね。ああ、カット編集入れたってことか。改ざんしたのか。まあそりゃそうでしょう。そうか、いくつきが12のシャドウを倒せばタルタルスが消えるって言っていた証拠が、あのお父さんの残した記録だったんだ。そうだそうだ、思い出したわ。ただそれはいくつきが改ざんしたデータだったというわけね。そういう言い方は良くないな。いや改ざんだろ。君の父上武田栄一郎氏は実に有能な科学者だった。主任だった彼は当時の若い僕など知らなかったろうけど、私は尊敬していたよ。あ、じゃあやっぱそうだわ。計画文書書いたのこいつだ。ほとんどの研究者がシャドウの能力だけを見てた中、彼は滅びについて熱心に研究したようだ。うん。でも惜しいこと、彼は滅びの素晴らしさまでは理解できなかったようだ。あ、じゃあお父さんはこれを防ごうとしてたんだね、滅びを。そりゃそうか。何それ。あれは命と引き換えに残された記録だった。うん、完全に冒涜してるね、ユカリッチのお父さんはね。らしいね。役に立ったんだからよかったじゃないか。腹立つな。全部利用してたってことだよね。そういうことよ。あ、もうこれ最終年度はもうユカリッチ確定だな。父さんのことも私もなあ、親子ともども利用したってわけだよな。利用なんて言わないでくれよ、世界のためなんだ。しょうがないだろう。いやもうこの鼻につく感じ。私たちの役目は残された過ちを正すことだ。うん、私はそれを遂行する。そうだな。じゃ残念だけどいくつきを殺すしかねえわ。おい、いや、やるしかねえだろ、純平。まったく、単純で理解力に欠ける行動だね。まあ、あれ、それでか、それでアイギスを改造して、いくつきは自分の自衛のためにアイギスを使うつもりなのか。いや、でもアイギスなんか自我芽生えてほしいけどな、このタイミングで。
子供なんだし仕方ないか。うわ、完全に上から目線。イラつくわ、いくつき。アイリス。さあ、お前の役目を果たすため、彼らを捕らえ、滅び屋の生贄とせよ。アイギス。え、リモコンで動くの？アイギス。了解しました。アイギス、目覚ましてよ。マジかよ、そうなっちまうのか。倒したくないんですけど。あ、戦闘じゃなくてムービーなんや。負けた。ウルトラ6兄弟みたいになってた今。ウルトラの兄弟みたいになってるって。アイギスになすすべなく負けたんだ。どんだけ強化されたのよアイギス。俺たちの仲間だった時そんな強くなかったぞアイギスは。俺のジオダインで一撃よ絶対。天文台、屋上、ここで天文台出るんだ。生徒が話してたね、月光館学園には天文台があるって。どういうことだ。もうお父さん、お父さんどこいんの。うわ、なんだこりゃ。何これ。ああ、ちょっと、え、風花ちゃんの見えちゃうパンツが。みんな意識なかったんだ。お父様。お父様は、おお、お父さんも捕まっとる。いくつき、これは何の真似だ。ちょ、お父さんも気づかないと。明らかに怪しいんだから。いくつき、見ての通りですよ。彼らには滅びの先駆けとして生贄となってもらう。これで予言書に示された段取りは全て完了だ。それ予言書って何なのよ。なんだと。ねえ、ふざけんなよ。生贄が必要なんだ、ペルソナ使いの。アイギス。貴様、正気か。もちろん。思えば先代も不幸な方だ。何を求めていたのか、世継ぎのあなたは10年経ってもまだ理解できない。理解できない、理解できないって。完全にぶっ飛んじゃってるもんな。いくつき、父は間違っていたのだ。死が人の救いだなど継ぐべき思想ではない。そりゃそうだよ。愚かな、あなたはもう邪魔なだけだ。アイギス。もういくつき、これダメだな。もう早く何とかしないと。これやめろ、やめてくれアイギス。娘の前で父殺しちゃダメよアイギス。自我芽生えてくれ。ダメかこれ。何をしているアイギス。あ、アイギス来い。アイギス来いよ。私は来た。アイギス来た来た来た。アイギス、10年だ、10年を無意にしたんだ。先代の時とは違う。今度こそいかなる例外も許さない。ジャイギス守ってあげて。父の顔怖。え、今父さんもあれだね、銃持ってたね。同時に撃った。父さん。え、お父様。アイギス、生贄どもを処刑しろ。終わりにしてやる。こいつ今立ってる。でもお父さんはもうダメか。アイギス、今目覚めそうだったじゃん。まだ目覚まさねえのか。あ、指サック、キラ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 。う、撃てない。顔が美しすぎる。やるんだアイギス。え、撃った。あ、外すんじゃない高速具。そういうことよねアイギス。でもちょっと一瞬遅かったな。お父様守ってほしかった。これが、お前、出来損ないの人形が。これで独特なリボンコン。なんだ。あ、コロちゃん。早い、はい、コロちゃん生きてたんだ、よかった。かっけー。コロちゃんどこにいたの今まで。なぜわからない。このままじゃ世界は長い年月をかけて腐っていくだけだ。新しい世界には滅びが不可欠なんだよ。
今全員何言ってんだこいつって顔してたな。すごいすごいぞ、私は次の世界の王になれる。もう少しで。え？落ちた。自分を生贄にしたってこと？まあ、そんなんどうでもいいけど、お父様は。いや、何言ってんのこいつって顔してたよな、今、全員。ちょっと、お父さん死んじゃうのかよ。どうしてこんな。霧城先輩は？いや、人知るなぁ、フルスマ3。以前、お父様は言っていた。私たちの代にまでリスクを負わせた責任は命に変えても果たすと。いやー、めちゃめちゃかっこいいお父さんだったよな。でも私はお父様に生きていてほしかった。お父様、私はこの人を守りたくてペルソナ使いになった。あ、そうだったんだ。お父さん好きでペルソナ使いになったのか。みんなかける言葉もなく黙っている。いや、俺も黙っちゃったもん今。黙っちゃうよ。何も言えないよな。今夜はもう戻って休むしかなさそうだ。寮に戻り就寝した。ちょっと待って、これ、へーいって言ったらちょっと怒るよ、俺。BGM 考えろよ、さすがに。いやー、でもそうか、いくつきだろうな黒幕はって思ってたけど、裏切ってほしかったわ。チュンチュン、昨晩はとんでもないことになった。霧城先輩は大丈夫だろうか。今後自分たちはどうなるのだろう。全く分かんなくなったね。いくつきがどこに消えたのかも分かんなかったし。へーいですよね。聞いた？生徒会長のやつ？お父さん病気で亡くなったらしいね。話が早いな。大変そうだよね、親いないとさ。帰ったらお母さんの手伝いしようかな。あー、ヘビーだったな。なになに？メールが着信した。お父様のあれかな。あ、真田から。今後のことについて全員で集まって話したい。今日は寮に戻りしたい。作戦室に集合してくれ。さすがに霧城先輩は実家に戻って、ね、お父様のお葬式とかいろいろあるだろうし、しばらく戻れないんじゃない。大丈夫かな。何、その戻れるかどうか以前にあれだよな、戦えないよな。ちょっと重すぎて。さすがにいないよな。理事長の部屋のもの全部持っていかれちゃいましたね。持っていかれちゃったの。あれはコンソールは。ああ、防犯カメラがもう見れない。マジかよ。まあ当然だろうな、唯一の楽しみだったのに。正直もう何がなんだか。いや本当だよな。新聞やニュースはもう盛んに騒いでますね。そっか、霧城グループの社長か会長だもんね。亡くなったらそれは大ニュースだわな。霧城グループ総帥。総帥か。病死ってことになってましたけど。あ、いつも事実とは違う。そう、影時間だからね。霧城先輩、さすがにいないっすね。さすがに来れないでしょ。一人娘だからな。総理から後継問題まで全てで矢面に立たされる。ねえ、しばらく帰ってこれないよね。向こう1週間くらいは強行軍だ。そっか。なんかそれきつそう。大丈夫かな。いや相当メンタルくると思うよ。俺らこれからどうしたらいいんすかね。何をどうすればいいのか分かんなくなっちゃったな。アイギスもいないし。つか千鳥とかどうなるんすか。おお、そうだよ、千鳥にどうすんの。どうもこうも一切通達なしだ。それどころじゃないんだろ。そうか。本音はおそらくグループの内部でもどうしたらいいかわからないんだ。
まあ、まずは後継ぎを決めてって話だろうけど、兄弟とかいるのかな、キリジョー先輩。アイキス大丈夫だといいな。うん、一人娘って言ってたっけ、キリジョー先輩な。まあ、どっちにしろでもグループをどう今後運営するかも話し合うんだろうしね。大変だよな。いいだよ、どんなこと言ってくんのかと思えば放置かよ。あー、ちょっと順平落ち着けって。千鳥も大事だけど、構ってる場合じゃないからな。千鳥は普通に病院にいればいいんじゃない、しばらく。なんか大人がそんなんで。アイギスはどこなんだろう。ラボかな、修理中かな。ミスルが早期に行ってるからな、その影響もあるかもしれないね。そっか。うーん、けどこれからどうします。影時間を消すどころか手がかりもゼロ、それらしい敵ももういないしね。宗家ってあれでしょ、南條くんのとこでしょ。南條くん来ねえかな。さすがに来ねえか。この人の言ってた滅びって何のことだったんだろうね。結局また分かんなくなっちゃったな。もし僕らがあのまま生贄になってたら何が起きたんでしょうか。世界が滅んで人間全滅したんじゃない。で、新世界の神になったイクツキが新たな王子になるっていう謎の展開。わからないことだらけね。まあ、イクツキが自分の思い通りの世界を創生することになるのかな、メガテン的に言うと。でもまあ、悩んでても始まんないっしょ。そう、状況とか今はわかんねえんだし。とりあえず順平は千鳥のとこ行ってきたらいいんじゃない。そうだな。うん、ただ一つ確かなことがある。タルタロスはまだあって、あそこにはまだシャドウがいるんだ。そうね、つまり戦いはまだ続くと。何が起きてもいいように力は鍛えておく必要がある。それは間違いないね。うん、いやー、そうだ、ゆかりちゃん。うん、理事長の私物のハードに映像が残ってて。バレた。ほとんど消されかかってたけど、あ、なんとか復元してみたの。やべ、俺が見てたのバレるんじゃない。きっとゆかりちゃんの大切なものだと思う。そっちか、お父さんの映像か。なんだ、びっくりした、防犯カメラの映像かと思っちゃったよ。お父さんの方ね。ふうかちゃん優しいな。ありがとう、後で見てみるね。もしかしたらその改ざんされる前のデータとかあるかもしんないよね。いやー、長いイベントだった。ずーっとセーブなしでね、あの12体目のシャドウからぶっ通しだったからね。ストレガ戦、12体目のシャドウ戦、イクツキ戦とね。いやー、でもイクツキは怪しいってずっと言ってましたけどね。なんか最後の最後で怪しいながらも、実はただのダジャレおじさんでしたで終わってほしかった。黒幕はちょっと他にいてほしかったけど、本当に怪しいだけのイクツキが本当に黒幕だったからな。まあまあまあ、セーブしましょう。